人がやられました。未確認船接近中。しばらくだな。おお、フォトマック。細菌兵器？そうだ。実験中に偶然できたんだが、銀河中の人間を消してしまうほどの威力があるらしい。物騒な話だぜ。しかし、今度ばかりは殺傷力が強すぎて連邦軍の手に余った。で、こいつを処分に行こうとしたところ、どこかの頭のいいやつが横取りしたってわけだ。これが消えたバイロイト号、惑星キルスの運送会社クーラー&マルカム社の貨物船だ。この会社は軍の仕事を請け負ってから急成長している。協力してもらえると嬉しかったんだが、残念だよ。ちょっと約束があるんでな。うまくいくことを祈ってるぜ。フォーク神父をソニアの酒場までお送りしてくれ。はっ。バイロイト号に手を出すな。バイロイト号に手を出すな。
ボーグ、今助けるぞ。非常線だ。慌てるなって。袋のネズミだ、逃がさん。これは教えてください。一体誰が。それじゃこれで。俺はこれから本部に戻らなきゃならん。犯人に心当たりがあるんですね、刑事さん。刑事さん、死んだ犯人に前科があった。植民性キルスの人間だ。じゃあフォークはキルスにいるんですね。さあな。ありがとう、刑事さん。フォークは俺たちが助け出します。何？本気で言っておるのかい、刑事。だってフォークを放っておけないわ。タオロ、ビスマークを追うのはいつでもできる。今はフォークの命に関わるんだ。お前さんがそう言うなら反対はせんがの。よし、決まった。惑星キルスに向かってくれ。やれやれ。ハケ、あの刑事に一体何を頼まれた。奴は一体どこまで知ってるんだ。何をそんなに怖がっている。怖いのなら神に救いを求めることだな。うん、ふざけるに。まだ吐かねえのか。フォーク、あなたは頭がいいわ。連邦警察の情報を聞き出すまでは私たちが生かしておくと思ってるんでしょ。でもね、早く死んだ方が楽なこともあるのよ。貴様らの仕業だったのか。今頃はテレーヌが細菌兵器を分析させているはずだ。細菌兵器を大量生産すれば連邦軍だって敵じゃねえ。マルカム社長。どけどけ。ゲリラか。マルカム、今日こそ命をもらうよ。ユセ、助けてくれ、助けてくれ。だ、兄さん、助けてくれ。そうだ、ただとは言わん。金で話をつけよう。な、な、ほら。どうだ、足りなければもっと足してもいいぞ。卑しいやつ。
生きている資格なんかない。死ね。助かった。礼を言うぞ、若いの。そうじゃそうじゃ、金を。結構です。それよりマルカムさん、バイロイト号の事件に僕の友人が巻き込まれたんです。バイロイト号の？この人に心当たりはありませんか？いきなりなんじゃ、無礼な。知らん知らん。ジャッカル、何をしておったんじゃ。ゲリラども、おい、いいか、今日こそ皆殺しにしろ。若いの、この町は土地も建物も全部わしのものじゃ。人探しか何か知らんが、勝手なことをすると怪我をするぞ。小僧め、どうした。お楽しみはこれからだぜ。どうした。それがクロス様、妙な小僧がわしらを嗅ぎ回っております。この男の写真を持っておりましたぞ。まさかジェシー、我々と貴様の関係がバレたんじゃあるまいな。ご冗談を、クロス様。ヨシンババレたにしても、たかが小僧一人。口を塞いでしまえばそれまででございますよ。奴はただの小僧じゃねえ。騒動本では俺たちを出し抜きやがった。ではクロス様より強いんでございますか。バカな、アグネに決まってるだろ。よし、マルカム、ジェシーは俺が片付けてやる。ただし高いぜ。はい、そりゃもう、お礼はたっぷりと。もうこいつに用はない。始末しろ。お。ジェシーめ、ソードフォンデの借りを返してやるぜ。そうだったの。私の調査でもマルカムって人の評判は良くないわ。ああ、しかし奴はこの町を完全に支配している。坊や、マルカムと一体何を相談していたんだい。貴様も奴の仲間か。ほら、返すよ。悪党じゃないと思ったよ。あんたこそ。その事件、確かにマルカムが臭いね。マルカムは金のためだったら殺しだってやる男さ。あんたの友達も多分。そんな。
生きてるさ、お嬢ちゃん。信じていればきっと会えるよ。そうさ、ティアナ。フォークはそう簡単にやられるやつじゃない。うん。ジェシー、手を貸すよ。私たちは汚い奴らを許しちゃおけないのさ。死んだぞ、アニタ。次はお前らだ。この銃で撃たれるとずいぶん気持ちいいそうじゃねえか。たまには自分で試してみるのもいいもんだぜ。成仏しや。どうした。神経銃はな、俺にしか使えないんですね。天界に幸多からん。ジェシーも来ているのか。どこだ、どこにいるんだ。今頃は海の中じゃよ。海？爆発に巻き込まれてしまってよ。何？いろいろ好き勝手やりよったが、これまでだな、アニタ。まだ負けたわけじゃないよ。そうじゃ、このまま殺すのはもったいない。お前ならさぞいい値がつくじゃろう。ノリ、ならばここで殺してやる。ジェシー、形勢逆転だな。貴様、どうして。どうしてだ、パオロン。どうしてティアナが一緒だと安全なんだ。彼女は炭酸ガスを吸って酸素を吐いておる。わしが作った合成生体じゃからの。
を解け。クロス様、早くしな。あんたの仲間が蜂の巣になるよ。仲間。マルカム、そんな間抜け、めしっかりしろ。アニタ、ビスマークとってよ、こんなわしがバカじゃったよ。マルカム、お願いじゃ、金、わしの金を。ああ、わしにはこれが全てじゃ。ああ、いい色じゃ。いい音じゃ。しっかりしろ、マルカム。幽霊空間を。幽霊空間？幽霊空間とは何だ？バイロイト号。独裁者の最後か、マルカム。あんたは最後まで不幸せだったよ。お涙頂戴はそこまでだ。安心しろ、すぐにマルカムのところに送ってやるぜ。クロス、邪魔になったら仲間でも殺すのか。俺はお前を許さない。待たせたな。俺たちの逆襲が始まるぜ。第4話ゾーン魔空。幽霊空間に渦巻くビスマークの野望を叩け。天界への階段を登るのはお前だ。